はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイズトゥダイ。というわけでね、すいませんでした。なんかね、新しいモッドやろうとしてたんだよ。やろうとしてたんだけど、なんかね、起動しない。プレシンクっていうのが走って、プレシンクっていうのが走っちゃってね、それで、あれなんですよ。ダウンロードまた始まって、ダウンロードが超絶遅くって、新しいモッドもうちょい待ってください。もう今、何時間だろう？何時間か待ってるんだけど、ちょっと始まる気配がないんで、これはもう一晩寝かせるしかないなということで、もう諦めて、この録画に至っております。すいません。もう、朝の動画、これだけでございます。なんで今日の、どうしようかな。でも夜。多分夜の動画は、こっちの方になると思う。夜っていうの、夜12時ね。え、コンクリート切れちゃった。やべえ。コンクリートないかも。12時の動画は、まあ、前回のね、5時がこれになってると思うから、今日の、ちょっとややこしいな。今日の12時の動画、夜の動画は、多分、こっちの世界になると思う。で、もう一回明日起きてチャレンジして、明日の朝5時にどうにか、こっちの世界じゃない、もう一個の新しい世界に行けるかなっていう感じだと思います。ちょっとどうなるかわかんない。眠い状態ってるね。作業しすぎてるね、きっと。なので今日はもうちょいこっちで作業していこう。コンクリートが欲しい。前40分ぐらい燃やしてなかったっけ？あれどうなったんだろうね。違う。よいしょ。よいしょ。コンクリートミックス。少ねえなあ。こんなんじゃ厳しいな、やっぱり。ああ、まだ眠いとか言ってるわ。つか、お腹いっぱいなのに回復が発動してないわ。謎。よし。自然回復が発動してくれないと辛いのだが。眠いからかな。関係ないよね。と言ってこれペインキラー、ペインキラーちょっとだけ移しとくか。多分ミート食べちゃったか、ミートシチュー食べちゃったから1日は減らないんだよな。これ他に体力回復する方法なんかなかったっけ。やっぱベッドぐらいだよね、思いつくのって言っても。このセメントなんで、あー、これあれだ、この汚染地域用のセメントだね、これは。ちょっとだけ。血っていつ抜いたっけ、最後。いや、大丈夫だったっぽい。貧血ならなかった。とりあえずこれ食べる？食べれねえ。満腹増えるの食べれねえ。あ、これ初期感染治せる。あれ、別にこれで治す必要ねえ。蜂蜜で。いいじゃんっていうね、そういう話だもんね。眠たいのが治らない。ベッド作ろう、ベッド。この間も埋めよう。ここからあっちに行くときになんかベッドを通らないのが嫌だ。ここよいしょ。よし、眠いが終わった。眠いが終わって、セメントからのレーバーフレーム。500ぐらい。クレーも入ってる。大丈夫だね。これ瞑想入れるかな？どうだろう？
もう飲んどっか一回。あ、で、この、なんだっけ、スミスさんたち、15になってた。で、メカニックはまだ15じゃなかったかな。スプリング作り足りてない気がしてた。確か。なんで、スプリング作り終えたら、84。11まで来た。ディーゼルジェネレーターまだだね。で、もうちょい。もうちょい持ってって65ぐらいやってみようぜ。よっ、もうスプリング大量生産中だからね。うちネイルガンいる？いらない？いらないかな。でここで貞子来ちゃうのかな。これ耐えちゃったら貞子来そうだよね。仕方ないか。よいしょ。もう12個ずつでいいや。ミスった。作らないと。これ入れてどうすんねん。よいしょ。で、え、木なくね？そしたらやばくね？本当に木切りに行かないとな。こんなもんでいいか。瞑想どんなもんよ。伸びてる？オートランしながらチェックしたい。本当は、音欄がないけど。お、R からこっちまで伸びたね。でもまだまだだな、これ。まだまだですね。本当に何日も瞑想しないといけないんだよ、これ。どうにかして瞑想の効率を上げる方法ないのかな。瞑想の質を上げるみたいな。ないかな。そっか、瞑想してる間はストレスが増えないんだ。あの、泣き言言わないんだ。うわーみたいな。いいね。は？あいつらか。あいつらのせいで俺の瞑想止まっちゃったよ。もういいや、今日はもう瞑想終わりだ。この作業こそ瞑想に持ってこいだったのに。また瞑想入るまでの時間がめんどくさいからもういいや。全マスターなりたかったな。目指してみる一応。全マスターしても何もなんねえけどな。メディテーションマット作れるだけだろうけどな。これ絶対コンクリート足りないもんね。こんなん無理だよ。こっちの防衛ライン全部コンクリートに敷き替えたいんだけど、コスト絶対無理です。うわ、今なんかさ、もうダメだ、呪いにかかってる。この緑色の地面あるじゃない。この緑色の地面がなんか俺今ラディエーテッド何かに見えた。何かわからないで、あ、これ地面だわって思ったもんね、今ね。何かって頭の中で判別しようとしてて、これはどう見ても地面ですっていうことに落ち着いたけどさ、
何かしらのゾンビだと思ってしまった。この緑色の地面が来てますわ。相当どうしようこれ。ほんとどうにかなんのかな。あっち側のゾンビ倒さないといけないな。めんどくさいな。倒しに行ったらもうメディテーション入れないし。ヘッドショット貫通しねえかな。しないよね。こっち側をどんどん掘り返っていくか。掘り返る、うん、あ下に穴開いてた。変えてこ、どんどん張り替えてこ。それだ。これもったいないから木一応確保するか。間違ってちょっとだけ強化しちゃったんだよね。あこれどっちに乗ってる。これもしかしてこっちに乗ってたりしない。乗ってないですね。はい、すいませんでした。そんなことなかったです。これ下が掘れるのやめてほしいな。下が掘れるのはちょっとよろしくないもん。あそこいらない。そこ壊す必要ないです。こんなもんでいい？これ以上近づいたら瞑想止まっちゃいそうな気がするもんね。よし、こんなもんでいいや。やっぱオーガー欲しいな。オーガーがあればもうちょい早く。クイーン、ダン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 みたいな。でもオーガーと土って相性悪いよね。オーガーやっぱ硬いストーン系ぐらいからがいいよね。それか逆に柔らかい砂とか攻撃速度を生かしてどんどん削る系の。あよいしょ、43しかねー。あこれは敷き詰められない可能性。見つかったよ。誰だよ俺のこと見つけたやつ。お前か。お前のせいで俺の瞑想止まっちゃったじゃないか。めっちゃ来てるやん。でこの来たらゾンビが来たらすごく重たくなるんですよね。こっから重たいコースが始まる。ずっと重たいこのゲームね。再起動するまで。これがさっき見つけた発見。あ生きてる。どこ行った。足折れないよ。絶対足折れないよ。うぃー、やめ。これ生きてんの？死んでいるね。お腹すかないから自然回復は発動しない。絶対何か食べれば自然回復返ってくるんだって。中途半端な数、中途半端に残っちゃった。よいしょ。
あっちのゾンビどうなったん結局。まだいるのね。成敗しとくか一応。もう夜なの？夜だね。もう2日目。4日目だ。早っ。さすが20分設定早っ。このペースだともう明日にはフェアルフォージュだな。どっかいるよね。トレダ行きたいな。重たい重たい。君完全金食い虫だからな。ジェネレーターも止まってるし、燃料切れたってことですね。いいよね。なんだっけ、そうだ、コンクリート、コンクリートを作りたい。400、キャンセルキャンセルキャンセル。1500。よいしょ。800。ちょっと補充しとく。よいしょ。200で足りるか？足りるでしょう。結構少ないな。もっと大量生産させといた方が良かったかもね。ちょっと鉄一回入れるか。ちゃんと大丈夫かな。うわ、微妙に100個残っちゃった。セメント取って、ちょ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 、セメント こっち入れとこう。74じゃ無理かな。7ブロックしかいけないから。いや、コンクリート全然足んないね。こんな量じゃ無理だわ。このフォージたちは仕事してんのかな、ちゃんと。あ、ゾンビじゃんそれ。しかもサラコだったっていう。サイレントサラコ。よいしょ。もう落ちた。回復しとくか、ちょっとだけ。雪降っとる。雪じゃないな、これ雨だな。だってコンクリート700あるって70ブロックしかいかないってことじゃん。70ブロックってちょっとだからね。ちょっとでも3ブロックずつ回復調してるから、3、6、9、12、15、17、20、23、26。本当にここら辺でほぼほぼないですよってもんだもんな。でもまあ戦争するならここのコーティングはもうしないといけないもんね。でもさ、あ
あれなんだろうな、エグゾリアドカーンっつってシュポーって大穴開いちゃうんだろうな、ダンダンダンみたいなノリでさ、原爆がさドゥンドゥンドゥンって爆発しそうじゃない。終わりだよ終わり、ドゥンドゥンドゥンなんてもう無理じゃん。原爆そんな爆発されたらもう無理だわ本当に。でもそれぐらいの強さじゃないとエグゾリアって言えないもんな。でも本当に画面ギリギリで戦うしかなくね。早っ、もう5日目だわ。どうしよう、木も切ってこないといけないんだけど俺。木はゲーム内時間で育つのかな、それともリアルタイムの時間かな。ゲーム内時間だったら相当あっちの木は育ってるはずなんだけど、これは貞子さんですね。見てみよう。お、ゲーム内時間かもしんない。ちゃんとこれで木はある程度回収できたね。立て直さないといけないから、この木がなかったら結構厳しかったわ。286作っといていいんじゃない、燃料にもなるし。ちょっと厳しいかな、ちょっと厳しかったかな。265しか余らない、プレート100個分ぐらい、400個分ぐらい。違う、待って、これ違う、なんか違う。ダークブリスト、これこのダークブリストに死ぬ時の声が怖いんだけど、ゾンビの声じゃないっていう、プレイヤーの時の声っていうのが嫌なんだけど。おお、サダコが下にいる声聞かなかったことにしましょう。どうしようこれ、うん、なんコンクリート、こっち外族来るもんな。ちょっとリペアしとくか。なんだかんだここ意外と重要ポイントな気がする、いつも通り。ガオー、あ、スチールか、スチールがないっつってんのか。だったらいい、スチールはないもん。なぜか1マスだけめっちゃ削れてる。オッケー、どうする、強化コンクリートにしとく。やべえな、コンクリートいくらあってもだな本当に。
そして新しいモッドのダウンロードが一切終わらない。ダウンロード終わってたはずなんだけどな。プレシンクしたらね、なんかダメだった。またあいつ来てる。やめろダークブレスト、俺が死んだのかと思うから。マジやめろその声。よし、何？あ、やばい声が聞こえた。あーはあ、こっちに大穴が開いてたのね、まだね。もうあっち直しきって横に伸ばしてたけどさ、ここ先埋めないといけないよね、明らかに。何か忘れてるなとは思ってて、コンクリート足りないよね、ここの穴。なんか上に時々積まれてくし。このコンクリートは圧倒的に足りないっすね。もうやばいわ。これは100ブロックは超えてる気がする。ってことは1000とかのコンクリート必要じゃん。ないですよ、そんなに持ってないですよ。なんで巨人がいるん、あっちに。肩だ。なんであいつフラ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 。ああもう3発も外した。もう胴体打った方が良かったんじゃね。ジャンプしたし。肩。よし。もうフェラルフォード、そろそろフェラルフォードっていう。このペースだと俺明日フェラルフォードだな。2日に1回フェラルフォードになっちゃう。やべ、あーもう このさ、武器の減り具合で分かるよね、どれぐらいゾンビを倒してる。相当やばい量倒してるよ。どんだけ倒してるんだろう、ほんと。この辺のペットが仕事してくれればいいのに。両方死んでる？なことないよな。あ、もう一匹頭ないわ。人食いのくせに肉を持ってないって。ミートシチュー持ってないのはダメだよ。ショットガンシェルのために一応取っとくか。アヒルさんを見なかったことにします。いくら持ってんの、コンクリート。70マス分無理だな。無理だ。スコップほい、よいしょ。うわー厳しいね。はっ、なんてこと。完全無駄な強化じゃん。うーわー、何あのクレーター、やばいで。
このクレーターやばいよ。何か爆発したのか、三連爆破食らったのか。やべえ、足りるかこれ、むしろ足りるかな。ここ埋めとかないとあれだもんね、マジで。こっから大きな穴になってえぐられるからね、うちの拠点が。こっちが湧き潰ししたいわけじゃないから、こんなに遠くまでやる必要ないんだけどな。だってさ、300ぐらいあったレーバーフレーム、300だっけ400だっけ、もうあと100切っちゃってるからね。圧倒的にもう無理だよ、物量が足りない。やべえ、こんな無理だって。厳しいね。正面のリペアもしたいところなんだけど、それどころじゃないわ。もう切れました。こっちもリペアしたいじゃん、こっちもやばいんだよ。でここを張り直さないといけないじゃん、こういう感じでね。コンクリート圧倒的に不足してます。あと5、6、7、2日間でコンクリートどんだけ作れるかっていう話を。貞子来んなし、警察官来たし。やめろ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 、ブロックにダメージ与えないでくれ。夜だし、あっちもいる。やばいやばい、なんか遅い、なんか遅い、なんかゲロ吐いてる。待て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 、やばい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 、これまずい、この感じまずい。誰だ、どこにいる、いた。もう一人いる。夜じゃなかったっけさっき。まだいる、あっちに。移動速度おっせー。なくなっちゃったか、何パーセントダウンか分からんけど、あれは 80% ダウンぐらい食らってんじゃねえの、 70% ぐらいかな。よいしょ、だけ漁るキーボード。いや、だけじゃあ今回ここら辺で終わりにしましょうか。うん、ソーバットもやらないといけないし、コンクリートが一番問題だな。はっ、ワッツ、はっ、ちっこい、感染した。こっちがちょっと大量にあった。ありがて。よし。まだいるな、貞子どっかに。仕方ないよね。こんだけフォージ焚いてれば食うかな。感染？レベル2だって。重っ。あいつの感染強。荒地の魔女。
これっていいぐらいの比率になっちゃうんじゃないの、やっぱりこれか。で残り3機体制じゃきついかな。何分って書いてある？37分、75分、30分、結構厳しいな。結構厳しいかもね。そしてお腹が空かないから回復がしない。これもリペアしとこうか。というわけで、じゃあ今回ここら辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。政治家でした。うまくいけば明日は別の世界線も行きましょう。